用資金源の提供ありがとうございます。ん、お前は我が名はクイーン。適正力の分析を開始する。戦闘モードにシフト。やりにくい相手が出てきたぞ。まずは雑魚処理だよね。さてどうするか。ないよ。避けられた。切り裂け。ん？でも食らってる。やっちゃうよ。回避じゃないんだな。近接戦闘用公衆ハブレード。任せて。覚悟はいい？当たれ。
強っエリスの方が強い。敵勢力の情報収集完了。撤収する。次でラストか。こいつの存在知ってるわけですけど。我がキングへの忠誠の証、この槍を受けてみよう。さてさて、またなんかいろいろプカ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 飛んでんな。危ねえ。覚悟せよ。はい。と。や。え。任せて。覚悟はいい。当たれ。いやあ、そこ狙われた。はあ。うん、ビッグ狙われる分には全然でかもかよ。覚悟せよ。切り裂け。我らに天使の加護を与えたわ。さあ進めるぞ。切り裂け。やっちゃうよ。任せて。覚悟はいい。
当たれ。強いな。ネリスめっちゃ強くね。フライングギャロップ行くよ。ネゴピーク。あだだ。オッケー。さあ、お茶にしましょうか。もうなんかいろいろもらった。クイーンに逃げられたのが気になるな。深追いは危険よ。一旦戻りましょう。さて、とは言ってもですね、他のも見たいっちゃ見たいんだけど、まだ出せないのかな。あ、いいんだ。さて、というわけでね、いろんなアイテムもらったよと。うん、いいね。一気に上がった。島ができてますね。なんだけど、ここのですね、母さんかな。があるんだけど、もう相手にならんな。楽勝だったね。
どっかに洞窟があったと思ったんだけど、お手柔らかに。入れたからつったって勝てるかどうかっていうのはまた違う話なんだけど、はい、すいません、もう残り10分やります。おお、どこだっけな。あ、これだ。というわけで、この洞窟ね、ここが、もうこの第7章の、いい修行場になると。修行場兼化石場みたいなね。最終決戦に向けてね、そろそろいよいよ、そろそろいよいよ、がっつりとしたね、準備をまたしないと、ね、さあ、いくぞ、やってくれ。まあ、レベル30超えの平均レベルと、まあ、あとはね、店売りでもいいので、最高の装備品が集まれば。いくらかまともにね、戦えるんじゃないかな。一応今回その、とりあえずね、今の編成というか今の状態で、修行のためのある敵と戦うことができるのかというのをですね、ちょっと見てみたい。お手柔らかに。ブラックキー解放後から入ることできるんだけど、ちょっと怖いんでセーブしておきましょうか。あ、しまった。なんかよくわかんないところにセーブした。この小部屋にだけ出てくるとき。でけえ。さあ、こちらしましょう。で、ネリスを強くして、左打ちの、とりあえずフィルオーラ。強い。これはやばい気がする。覚悟はいい？当たれ！
全然ダメージ入んねえぞ。なるほどね。となるとですね、私はちょっとむしろ戦ってみたくなっちゃうんで、ちょっと作戦を変えましょう。結局あの犬殺し山なんだな。やっぱりこの編成で出てくるか。この戦い方でむしろ勝てるのであれば十分ここで修行はできるんだけど、ひどい攻撃力だ。下げなきゃ。よし入った。45。これはリックの援護に努めなきゃ無理だな。バインドとか入んねえかな。よしよしよし、だいぶ耐えやすくなった。切り裂け。
これが避けられるか。あ、負けた。でかい。勝てるね。ナイス。切り裂け。我らに天使の加護を与えたまえ。攻撃力元に戻りました。ナイス、でかいでかい。切り裂け。麻痺させなきゃ。ここまで来てそれはねえぜ。帰れねえだろ。お花畑。狙われたら一番怖いところか。これはダメだな。はい。まあでも多分ね、戦って勝つことはできると思うんで、また撮影会でね、しばらくレベル上げてもしようかなと思います。はい。では、
シャイニング初実況プレイパート31、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。